ジェシカ・ジョーンズは2015年から2019年に放送されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。マーベルコミックの同名キャラクターをもとにメリッサ・ローゼンバーグがネットフリックスで企画したウェブテレビジョンシリーズである。マーベル・シネマティック・ユニバースに属する作品である。マーベルコミックのアメリカンコミックの実写作品を同一の世界観で扱う。 マーベルシネマティックユニバースシリーズに属する作品であり、様々な映画作品と世界観を共有している。本作ではスーパーヒーローだったが、過去の事件によりヒーローを廃業し、ニューヨークのヘルズキッチンで私立探偵業を営むジェシカ・ジョーンズをクリステン・リターが演じる。シリーズはネットフリックスによるマーベルシネマティックユニバース作品の2本目であり、 ディフェンダーズのミニシリーズでクロスオーバーする予定である。制作はマーベルテレビジョンが ABC スタジオと共同で行い、ショーランナーはメリッサ・ローゼンバーグが務める。2015年11月20日にシーズン1の全話が配信された。日本では2017年3月3日より配信開始。2016年1月にシーズン2の制作が発表され、 2018年3月8日に配信開始された。2018年4月には最終シーズン3が発表され、2019年6月14日に配信された。しかし、シーズン3配信を控えた2019年3月には、前年のアイアンフィスト、ルーク・ケージ、デア・デビルに続き、パニッシャーと共に打ち切りが発表された。なお、 ネットフリックスとマーベルの間で交わされた契約に従い、ジェシカ・ジョーンズが打ち切られてから2年間は、ネットフリックスと共同制作したドラマシリーズのキャラクターを使用できないため、マーベルが本シリーズやキャラクターの権利を再取得できるのは早くて2021年2月頃となった。そして、同年2月19日に該当の契約が消滅したとアメリカの現地メディアが報じた。 これにより、ネットフリックスが制作に関わらない、マーベルのドラマや映画に、本シリーズのキャラクターを登場させることが可能になった。悲劇的な事件により、ヒーローを引退したジェシカ・ジョーンズは、ヘルズ・キッチンに、エイリアス探偵事務所を開き、超常能力を持つ人々が絡んだ、様々な事件を扱うと同時に、自身の人生を再建しようと苦闘する。ディフェンダーズでの戦いの後、 探偵業を再開。仕事は順調ながらもシーズン1で、キルグレーブを殺したことをトリッシュが、ラジオで喋ってしまったことにより、世間に知られてしまっている。そのため、ヒーローを扱いされる生活にうんざりしている。一方で、そのトリッシュは、ジェシカの過去の事故の件を独自に捜査していると、病院の記録が紛失していることを知るう。ありがとうございます。